乙部城町玄那付近国道229号は、北海道小樽市から、与い郡与ぐ町を経由して、檜山郡江差市町に至る一般国道である。日本海沿岸を通過するルートを取るが、数々のトンネルを通過する。通行に危険な箇所は、現在もルート変更をはじめとする、線形改良が続けられている。中でもシャコタン半島の海岸線を周遊する道路には、町村ごとに、 セタカムイライン、カブトライン、追い分けソーランラインといった異なる愛称が付けられており、日本海と祈願が続く絶景のドライブルートとして知られる。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。現行の道路法に基づく二級国道として1953年5月18日、政令第96号にて第一次指定された。 1965年4月1日の道路法改正に伴い、1級国道と2級国道が廃止統合されたことにより、一般国道になり、在来の路線名はなくなって、一般国道229号が正式な路線名となった。終点は指定当初から餌市長であるが、政令による終点表記は、1953年の2級国道、指定時は餌市郡江餌市長。 1965年の改正時は、檜山郡江差市長と表記されていた。1993年の改正で、現在の表記となった。国道229号が周回するシャコタン半島は、国道指定以来、険しい海岸食との戦いに明け暮れる区間であり、膨大な数の旧道が失われ続けてきた。かつては、海食道をくぐるように国道が通り、その前後にトンネルでつなげた。 他の国道では見られないような区間も存在した。1996年に、車庫丹半島西部の未供用区間の開通によって、全線が開通。平成期になってからトンネルが崩落する災害が2度、発生し、災害復旧で迂回する新トンネルを開通させている。国道229号、現在の豊浜トンネルと、旧豊浜第一水道白井戸三崎よい 岩内間のシャコタン半島の海岸線に沿って周遊する約 92km の道路区間は、半島東側がセタカムイライン、道西側をカブトラインと呼ばれ、北海道のシャコタン半島を代表する観光ルートで知られる。山が海へと落ちるシャコタン半島の海岸園を周回する国道であることから、トンネルが日本一多い国道として知られ、 その数は76本掘られている。1996年に豊浜トンネル岩盤崩落事故により20名の死者が出ている。翌1 9 9十年、主なトンネル道の駅舎古丹半島を周遊するカブトラインセタカム依頼院は、海岸をなぞるように道路が伸びトンネルも多いが、道路から眺める。尻市総合振興局、日山振興局と東総合振興局、 檜山振興局、ありがとうございます。